とてもいい天気、絶好のシャトバ日和だ。今日はゴールドカップだ。シャトバスタジアムに向かおう。よっしゃ、行くぞー。いやー楽しみだな。何？もう3回目の大会なんだよね。ゴールドカップってすごいな。お前わかんのか、ゴールドカップ。あ、サンドイッチありがとう。なんだか君を見てると僕まで元気になってくるよ。ありがとね。うん、それじゃ行ってらっしゃい。楽しんできてね。はーい。小林さんのサンドイッチを食べた。塩漬けベーコンサンドだった。塩漬けベーコンサンドか。いやー、その場で食べるんだったら卵サンドが良かったな。さあ楽しみだな、大会前の朝って感じ。誰が出てくるんだろう。おや、何かしてんのここで。なんか対戦してるね。対戦してるけど、あ、そっか、シルバーカップも今やってるのか。そういうことか。いやー楽しみだわ。いる？今日はいないね。おっしゃー。よ、よろしく。よろしくな。うわ、ついについについにゴールドカップに出るのかな。イエス。うわはー、オッケーオッケー。それじゃバトルゾーンに向かってね。うん。見覚えあるやつがいるな。当然ながら強豪多数、激闘必至でございます。ではでは、運命のトーナメント表いきますよ。いっちゃいますよ。ドドンドン。誰と当たるんだろう。知り合いと当たる気がする。ランダムスイッチをポポポチッと組み合わせをドドドン。いきなりヒーローとか、あ、知らんやつだわ。なんだこいつ。ヒーローあそこか。ヒーロー当たるとしたら決勝だな。このトーナメント表だとヒーローとバトルできるのは決勝戦だ。おっしゃ。うん、これは決勝戦まで負けられない。はい、こんな感じです。バトルは全部で4回。第1試合、第2試合、準決勝、そして決勝。それじゃあ選手の皆さん、バトルゾーンへよろしく。ヒーロー準決勝で桐山史郎と当たるんか。さあさあ出ました。第一試合の組み合わせはこちらです。ヴァンパイアクラスの使い手、蛇神光選手。その粘り強いプレーと変幻自在のスペルカードは他の追随を許しません。対するはこの選手。シルバーカップでは大大大活躍。今最も勢いに乗っている選手ですよ。ま、何でもいいや、早くやろうよ。顔適当だな。やろか。早く終わっちゃえ。準備はよろしいですね。それでは参りましょう。3、2、1。バトルシャドーバース。
なんかよくわからんけど、そんな強くはなさそうだ。やってみるしかない。狩りの時間。引き超最高。勝ちます。引き強いな。しかも先行やし。俺のターン。獲物発見。はい、どうぞ。どうも。あ、いいっすね。つまんない。ガミついちゃうわよ。全然問題ない。いい感じだわ。やめろ、なんか眠くなるだろ、こっちまで。やつだな、こいつは。ちょっと黙ってプレイしてほしい。ケンザクちゃんも一緒に遊ぼう。さあ、進化。さあ、こっからだな。どうしよっかな。バンピーちゃんで攻めるか。バンピーちゃん登場。進化だ。ケンゾくん、もう大丈夫だよ。カプッてしちゃい、カプッてしちゃうよ。よし、いい感じ。つまんないな。眠い。体の熱が収まらねえよ。もういいでしょ。いやー、こっちの方がつまらんな。俺が死刑にしてやるぜ。生意気。獲物発見、行くぞ。獲物発見、行くぞ。本気出そうか。さっさと出しておくれよ。どうしよっかな。くそったね。さあ、眠い。獲物発見、行くぞ。さあ、獲物発見、行くぞ。はい、安心して勝ちました。我が胸に燃ゆる怒りを静寂なる者ども。バイバイ。あまり勝ちにはこだわってないんだな。きっとなんで大会に来たんやろこの人。いいバトルだったね。決まったー。見事に蛇神光選手を打ち破りました。めっちゃ弱かったぞこいつ。強いね。でも頭王はもっと強いかも。頭王。おーっと、龍ヶ崎ヒーロー選手大ピンチか。早いな。あ、あいつはこれが天聖学園のシャドーバブかよ。諦めるかよ。バトルはまだまだここからだ。吠えろイグニスドラゴン。ここで切り札だ。一気に逆転、そして決着。負けた。よっしゃー。おや、有効的。ヒーローも頑張っているみたいだ。こちらも負けては
嫌ですね、ああいうの。なんか暑苦しくって。おや、何してんの。ああ、どうも気になってきちゃいましたよ。どうぞよろしく。さあ、いよいよ2回戦。押し切ったり逆転したり、熱いバトルがたくさんですが、まだまだ盛り上がってよろしくよろ。じゃあやりましょうか。お前か、対戦相手は。大丈夫。表の世界のバトルは久しぶりなので加減してくださいね。ではバトルシャドーバース。こいつなんかめっちゃ強そうなんだけど、ビショップかエルフかと思ってたけど。やってみるしかない。少し遊んであげましょうかね。ビショップは分が悪いな。速攻で決めんと負けるかもしれん。あー、きつい。1で出せるフォロワーがおらん。加減はしません。ターンエンド。こっからか。こうしてみましょうか。なかなか厳しいな。楽しめそうだ。加減はしません。こうでなくては。出しとくかな。我が胸に燃ゆる怒りを力に変えて。加減はしません。終わりなき祈り捧げる。進化しなさい。命ついえても意志はついえんぞ。いやー、厳しいなこれは。剣族ちゃんも一緒に遊ぼう。進化だ。どうしようかな、タイガーよりもこっちの方がめんどくさい気が。永続効果はだるい。面白くなってきましたね。こうしてみましょうか。うっそ、トリバーカ出してきやがって。楽しい時間ももう終わりか。後悔するといい。いけるかな。おやおや、お、いいね。我が胸に燃ゆる怒りを力に変えて。これでどうだ。隔絶されし世界を脆弱なる者どもめ。おやおや、天を犯す者愛と犯すべし。そう、悲鳴を上げろ。風よ吠えよ、我が敵を。この次のカードで決まる。疾走っぽい。来たー、運命の引き。デスティニードローやったな。これで最後だ。やったー、何やりますね。強かったな。まだね、回復持ってなかったのが救いだった。いいバトルだったね。回復持ってたら絶対負けてた。
思った以上に。表の世界でバトルしているのはもったいないですね。きっとあなたはこちらの方が。プロプレイヤーの力見せつけていく。ん？もうふざけてるやろこいつ。この選手って言うな。ゴールドカップ準決勝進出者です。皆さん応援よろしくユーロ。名前で呼べよな、マジで。それではバトルゾーンにお願いします。いや、君とこうなるって分かってたよ。僕はね、プロプレイヤーだからシャドバに市場は持ち込まない。でも今日は別だ。さ、バトルしよう。なんで怒ってるんだろう。タクマが悪いことをしているのは知っていたんだ。だから兄である僕が変えてあげたかった。でもタクマを変えたのは君だ。シャドバまで君に負けるわけにはいかない。だから僕は勝つ覚悟を決めろ。バトルシャドーバース。なるほどな、気に食わないんだな。さあ勝負だ、キバクラ聖夜。やってみるしかない。さあ幕が上がるよ。引きが悪い、引きが悪いな。ちょっとはマシになったけど。僕のターン、君のターンだ。あ、オッケーオッケー。笑顔を見せてよ。一気に神引き化したわ。愉快だな。さあ攻めていくよ。楽しませてあげるよ。楽しいバトルだ。さあ笑顔を見せてよ。ふむ。いい勝負だな。いやー強いな。笑顔を見せてよ。いってらっしゃい、見てらっしゃい。驚くと思うよ。もっとすごいマジック見せてあげる。楽しんでくれてるかな。どうしよっかな。なるほど、バンピーちゃんか。バンピーちゃん次のターンでいくかな。よし、次回もお楽しみに。こういうのはどうだい。マジックショーへようこそ。
が胸に燃ゆる怒りを。ちょっとそのカードはめんどくさいな。脆弱なる者どもめ、これにて閉幕。こういうのはどうだい。あまりいじめないでね。すごいいい勝負してる。バンビーちゃん登場。行くぞー。ウッディしちゃう、ウッディしちゃう。これでどうだ。ケントくん、もう大丈夫よ。ウッディしちゃう、カプッとしちゃうよ。よし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 、いい感じ。笑顔を見せてよ。なるほど、そこを破壊してたから。バンビーちゃん登場。カフッてしちゃう、カフッてしちゃい。どうしよっかな、こいつらしないのやったら通常で殴る。笑顔を見せてよ。許されざる実験を始めよう。命の秘密、命の秘密、命の秘密。ふむ。あ、いいカード来たね。これで決める。何だった。これ決まるかな。4打目か。あらゆるものを食らい尽くせ、プレデターゴーレム。お、切り札って出たな。だがしかし奪える能力がないって。命の秘密、命の秘密、命の秘密、命の秘密。おっしゃー、あぶねえ。あぶねえ、あぶねえ。勝ちやな。これで最後だ。認めるしかないね。すっごいいい勝負だったな。いいバトルだったね。うん、今んとこ負けなしだわ。そ、壮絶、怒涛の激烈バトル。それを制したのはこちらの選手です。おめでとう。乾杯だよ。うん、タクマへの思いで負けたとは思いたくないから、シャドバへの思いで負けたってことにしようかな。次は勝つ。全国大会でまた会おうか。出るのか。なあ！俺の勝ちだ！こちらも決着！勝者は龍ヶ崎ヒーロー。わあ。ということで、ついについについにのついに、ゴールドカップ決勝戦です。勝つも負けるも、泣くも笑うも、最後のバトル、準備はいいですか。大丈夫。信じてた。ゴールドカップが始まってからじゃなくて、きっとお前と出会ったあの日から。遠慮はなしだ。本気の本気の本気でやろうぜこのバトル。ゴールドカップ決勝戦、
うわラストバトルやんけ。もう曲がもう完全にオープニングの曲すぎて、やってみるしかない。よっしゃバトルしようぜ、勝つよ。ヒーロー全力でバトルだ。本気の本気でいくぜ。ターン終了。おっしゃ引きめっちゃいい。来てるわ。どんどん行くぜ。引き来てるのはやばいな。このまま攻める。どんどん行くぜ。私強くならなきゃ。熱くなってきた。問題ない。俺は強い。どうしようかな。ここはこのカードだ。一気に行くぜ。大丈夫、一緒なら。うん、なるほどな。そっか、ボーダメージになるだけか。これでいいんだ。きた、完璧すぎる。あ、勝てそうな気がする。一気に攻めたい。おっしゃ、熱くなろうぜ。どんどん行くぜ。あ、やばい、全員か。お前のターンだぜ。問題ない。喜びと喪失の狭間。覚醒だ。どんどん行くぜ。バンピーちゃんか。バンピーちゃんでいけるな。勝てるわ。勝った。バンピーちゃん登場。これでどうだ。よっしゃー。ケントさん、もう大丈夫よ。ありがとう。打ってしまえ。これで最後だ。お前すっげー強いな。やったー、バンピーちゃんマジ天使。勝ったー。いいバトルだったね。本当にいいバトルだった。マジヒーローとのバトルはすっごいいいバトルになるわ。俺の負けだ。エースカードを出される前に倒してやったぜ。ありがとな。悔しい。悔しいけど最高に楽しいバトルだった。うん、俺今日のバトル忘れらんねえ。やっぱお前と会えてよかった。うん、やったー、優勝だー。嬉しい。おーい。ん？
おい、みんな。いやー、ごめんじゃねえ。本当は応援したかったんだけど、カイが。真剣なバトルを邪魔したくないので、大会が終わってから会うべきだと判断しました。ってことじゃねえ。ありがとな。すっげー楽しかったぜ。それで、その、どうだった？俺が2位。そんでもって俺に勝った。こいつがゴールドカップ優勝だ。すげえ、ワンツーフィニッシュかよ。割と余裕だったな。なんと見事な。3位までだったら全国大会に出れるんだよね。それじゃあこれで2人は。はい、全国大会出場確定です。やったー。よっしゃー、すっげー。すげーじゃねえ、二人とも。なやったぜ。うん、さすがです。僕も早く追いつきます。頼む。私もなんか元気もらっちゃった。なあなあ、こんな日なんだからこの後ファミレスでパッとやろうじゃんね。いいね。マジか、すげえ嬉しい。うん、いいと思う。楽しそう。僕は用事があるのですが、今日くらいはいいですね。参加させてください。びっくりするだろ。そんじゃ早速行くじゃんね。おお、今日はハンバーグ頼んでみようかな。いつも何頼んでるんだろう。私は、どうしよう。例のパフェ頼んでみようよ。僕の計算によればここは唐揚げ定食が正解です。いいね、唐揚げ美味しいよね。ゴールドカップで優勝した。ヒーローとバトルして勝った。なんだかまだ実感がない。でも胸の中に残る熱は本物だ。このドキドキは本物だ。おーい、行くぞ。待って。今日は本当に楽しかった。そしてこれからもっと楽しくなりそうだ。どうやらゴールドカップも突破したようです。うん。それからマウラー・ベラルドと接触し勝利したようです。なるほどね。恐ろしい成長速度ですね。このまま全国大会も。いや、シャドバはそう甘くはないよ。そう、すべては始まったばかりなのだ。